僕の名前はナイア、ケイちゃんって言います。ケイちゃんって言います。始まってまいりました。ナイア、ちょっとこの間、審査員の皆さんケイちゃんって呼んでいいと、そもそも次からはちょっと想像したものを作ってみるっていうのも面白いかもしれませんね。はい、あと僕と一緒に頑張ってみたいと思います。もう伺ってみましょうか。長谷川さん、はい、はい、ここまでご覧になっていかがアイスクリーム、花火を見るというものを私は作りました。ケンちゃん、夏休み何捕まえたの？ガトチョウとセミですね。ありがとう。セミと、これね、灰色のが黄色いチョウチョと虫取り網作ってみました。ウミガメを今回、ね、作りました。海に行った思い出とか、ね、海とか水族館に夏から連想してウミガメを作りたいって言ってくれたので、皆さん今度小学生ということでまた先ほどと変わってきますね。今3歳と2歳でレゴブロック大好きで、ずっと遊んでるんですけど、もう仕事に行く前も朝5時からレゴして、仕事でレゴして帰ってレゴしてなんで、まあ、南から応援してる方が長いかなっていう、ね、発想を無駄にしてしまうことになるので、まあ、言わないようにしてます。その今回は夏に食べた思い出の食べ物っていうテーマにして一緒に話しながら作ってきました。いちご味ということで、いちご味のかき氷を作ってきました。で、最後に上に桜も乗せたらいいんじゃないかって言ってたんで桜も乗せてきました。ここは梨を食べたって言ったので梨で目をつけたちょっと可愛らしい梨と、夏って言ったら何だと思ってたら即答でセミって言ってくれたんだけど、でセミどこにいるって言ったらやっぱ木だよねっつって、でかめの網を作りました。まずじゃあちょっと花子なって乗れちゃう乗り物とかがあるんですね。漕いでこう空飛ぶ乗り物とか乗って銃で撃ってポイントを取り出したりして、どんなふうにさらにこう夢感をつけていくのか、想像力の速さ、イマジネーションの力が決断力がすごいなと思いながら、パーツ、例えばドアのパーツがあったらどこに使おうかなとか、それぞれのパーツを見てイメージしないといけないけど、持ってるところからどんどん新しいアイデアが出てきて、ちょっと軌道修正していくみたいなシーンが多分どんどん出て、意識してやるといいんじゃないかなと思います。そしたら全く評価されませんから、でこんなに目の前にブロックがあると使わないともったいないし、みんなに愛されるっていう、そうですね、白と黒だからあんまり採点取れないし今ファイナリストの皆さんがどんな自分を表現してくれるのかなっていうのがすごく楽しみです。あと今カシャカシャってこうレゴブロックを探してる音がすごいなんか心地いい良さを感じてます。これ見てる感じですね。こう確かにこの建築物っていうか一つ夢がこうできていくので、やっぱり土台がしっかり広くですよ、丁寧に見せてもらっているっていうのができていきますけども、それをフルに今発揮しておられて作品作りにしても私たちの職人さんみたいな、またレゴを買わないと作れないかどうかが永遠に増えていきませんか。本当今ホニママさんがマイク出しておっしゃってくださいましたけど、まさに夢のレゴなのですねって、本当にね、そうですね。なので頭を近くにスロープを使って一番最初のレゴブロックだと思います。でも最終入り口に桜の木があって、でここを、まあ、滑り台があって、で夏の部分には滝があると、だからこのパーツが、この水色の透明のパーツがいっぱい入ってて、これは多分何か水を再現するのが一番良いのではないかなと思いました。
でこれが滝があって、でこれで魚を釣って、でここに砂場でここにパラソルがあって、で秋のところには、まあ、食欲の秋といいますか、まあ、ここに丼があって、みんなにご飯を食べられるところがあって、そしてここには噴水があって、ここにやっぱり、で冬のところには、クリスマスツリーを作りました。大人だけじゃなくて、この男性大臣の方、そう大人が多かったりとかにも楽しんでいただきたいっていう、全ての世界の人が楽しんでいただけるようなテーマアウトを作りたいと、西川の先生が作りたいと思って、この番組を、世界の方に参加して、つながっているように作りました。僕が思うレゴランドです。夢のレゴランドです。2つありまして、まずレゴの世界、ファンタジーの世界に入って楽しんでもらいたいということと、大人の方もお子様もどっちも楽しめるところにしたいなと思いました。で、レゴの、まあ、シリーズでこういう宇宙のシリーズとか、あと海賊のシリーズとかもあるんですけど、こういったファンタジーの世界のアトラクションがあって、そしてこれ実は人を模してまして、この黄色い顔で体が青とか緑なんですけど、大人の方もお子様も一緒に楽しめる世界観を、作ってみました。で、海から宇宙というところで、まあ、全ての世界をというところで、今回海と宇宙というところを、テーマとして作りました。ゴランドに来たら誰でもどこにでも行けるっていうのが夢だと思ったので、やっぱりゴランドに来たら世界中にも行けるし、どこにだって行けるって思ってほしいので、今回は海の世界を表現してみました。海の世界の中に入って遊ぼうということで、奥に見えるのがジンベエザメで、これがベンダコで、これがチンアナゴを作ったんですけど、来た方に海の中なんて言ってるわけないとは思ってほしくないので、どこにでも行けるっていう夢の世界だと思ってほしいので表現しました。そうですね、芸人なんで、やっぱりテーマパークと劇場を融合させようと思って、まずサンパチマイクをここにステージをここに作りました。あ、本当だ、はい、何でできてるのかな。これはレゴブロックでできる。あ、そうですね。そうですね、はい、でちょっとしたステージもあって、で一応芸人もステージまで、こういうテーマパークにもあるんですけど、こういうふうにリフト的なものがあるんですけど、そこに乗って芸人さん登場できたら最高かなと思って、はい、ちょっとこれ押したらちょっと上下したりとか、わかりますかね。小さいお人形さんが乗るような車やお家が人間サイズでその場にあるっていうことがやっぱり一番レゴ好きとしては楽しくて、一緒にこのトンネルの中に入れます。で、こうなんか入れるとこの中で魔法が働いて、プン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 と大きなロケットになって、人間サイズのロケットになって出てくるというトンネルです。もう一つ、じゃあ例えばこの子はお家を作ったよって、小さいお家を作ったと思って、これもまたトンネルの中に入れてみます。トンネルの中によいしょって入れて、そうするとまたこのトンネルの中を通って大きいお家が出てきます。佐藤さんと黒沼さんです。おめでとうございます。すいません、真っ白なんですけど、もともと違うサラリーマンとして働いてて、辞めて親兄弟に一番多分心配かけたと思うので、家族にありがとうって言ってです、本当に皆さん今日はありがとうございました。技術的なことはまだ全然足りないし、やっぱり他の皆さんが本当にすごい素敵な作品を作ってて、お笑いもレゴも、ちょっと盛り上げていきたいなと思います。本当にすみません、僕なんかがそういうマスターモデルビルダーで選んでいただいて、でも頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。